リトグリのメジャーデビュー5周年を記念して大阪のあべのハルカス近鉄本店で9月5日から展示が開催されています。ということで私まゆが展示の見どころを紹介しちゃいます。早速入るとフラバの客車で使用したオブジェ、撮影スポットにもなっているのでみんなどんどん撮ってくださいね。私も撮っちゃいました。遅いけど撮ったわ。いや本人ですからね。いいよそして私たちの5年間の歩みが詰まってるヒストリーコーナー。これ全然ペンキ、髪の毛のペンキ取れなかったんですよ。多分半年ぐらい。半年は長いっすね。ちょっと思ったか。でも本当全然取れなかった。続いては君に届くまでのミュージックビデオの空間を再現したスポット。実際ビデオにも使用した皆さんからの平成の思い出の写真をそのまま展示しています。なんとメンバーの昔の懐かしい写真も飾っています。みんななんかそのままですね、かわいい。これはまあちょっと、見に来てもらって楽しんでもらうのがいいかなと思うので写しません。すいません。そしてステージ衣装の展示もあります。実際に NHK 紅白歌合戦なので私たちが着ていた思い出深い衣装をご覧いただけます。未だに今これ見ただけでもうその日のことが蘇りましたよ。バーって3つ、これ合わせて3つ展示されてるんですけど、一番お気に入りはこれですかね。あとはこれも見て楽しんでもらいたいなと思います。それから会場のいろんなところに QR コードがあって、スマホで読み込むとここだけのスペシャルコンテンツが見られちゃいます。これは来てくださった方だけのお楽しみ。そしてそして最大の見どころはこちらのパワフルライブシアター。これは壁一面に映し出すシアターに私たちが等身大で登場するというすごい映像です。私まゆも実際に体験してきました。始まった瞬間びっくりした。もう笑いが起きた。本当にすごい。ライブの特等席にいる感じ。こう目を開けてじっくり見るのもいいと思うんですけど、少し目を閉じて聞くとよりなんだろう、ライブ感というか音の臨場感がすごい感じれて、ほんとちょっとだけでいいんで目閉じて聞くのもおすすめだなと思います。レポートお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかちょっとさっきとなんか眼鏡かけたり。あ、そうですか。そうですか。めっちゃわざとらしいです。いやちょっと、はい、もう空いたじゃないですか。私もちょっと潜入しようかなと思ってて。ということで次回の動画では私まゆがなんと実際にお客さんと一緒にリトグリ亭に潜入しちゃいます。お楽しみに。